は。毎日アイドル配信で行こう。はい、スキンケアさっきまでしてたさっきアイロンしてみたいな。アイロンじゃない、ドライヤーだ、間違えた。お風呂上がって研究してドライヤーして、今暑い、さっきドライヤーしたから。45分から始めようと思ってたのにさ、3分遅れちゃった。そのつもりなかったこの時間からやんない。9時からやったら3時間、いや3時間はやんないなやって2時間半かな。あ、そうだ、エペね、シルバー2に上がったよ。シルバー2、今あとちょっとで1、あと250なんとかのはず。アルビシルバー1までのアルビ250なんとかくらいだったはず。あとちょっと、ゴールド近づいた。今日めっちゃプラスした。4月ね、ね、ちょうど終わっちゃう。早いね、あっという間。コスプも確かにワールド生きるといいけど、わかんないな、微妙。最大キル数更新してないよ、そこまでのダメージ出してない。
っと、あ、今日出なかったね、結局出る気になれなかった。さあ、私しないといけないことあったんだよね。携帯のバックアップ取ったりとか、携帯初期化しないと、携帯初期化は明日でいいか。そう、なんかいろいろしないといけないことがある。携帯交換しなきゃだからね。それで、あと2週間もあんだ。いけるかな、ゴールド。シルバー1にいて沼らなかったらいいけど。携帯ショップは行かなくていい。行かないでできるやつがあるから、それでする。それ切ってるけど、見た、見てないね。知らない、分かんないよ。何か買って、いや、行く気になったらね。いや、絶対に買ってくるとは言ってないよ。それは言ってない、それは言ってないよ。勝手に変換されてるだけだよ、それは。それは言ってないです。買いに行くかもぐらいだって行くとは言ってない、言ってないです。ないよ、だって言ってないもん。伸びてきたかな、前髪。そろそろアイロンしてないのもあるけど。キュート持ってチョコボール、いや、チョコボールは関係なかった。もし行ったとしても多分チョコボール買ってない。買いに行ったとしてもケーキじゃない、行ってないけど、そもそも関係なかった。言ってないけどね。結局いかなかった。チョコボールはキャラメルよ。いや、普通のピーナッツだっけ、普通のやつが一番好き。キャラメルとかイチゴとかあるけど、普通のやつが好きだな。買わない、キャラメルとか他の味。冷凍食品で常備してるのないです、ない。知らない。トヨカステラ冷凍庫に入ってる、持ってきた方がいい。切らなきゃなんだよな、切って電子レンジで。じゃあちょっと待ってて、画面上に向けるわ。 OK。
20秒だからすぐ終わる。入ってくる。料理っていうことに温めただけだけど、これ作ってない自分で。え、今配信始めて15分経ったよね。経った瞬間見てないよ。まあいいよ。そろそろか。あ、今か。2周年。今ね。やった。うん。風とみとさん2周年タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。風とみとさん2周年タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。
ありがとうございます。ありがとう。20年ありがとう。皆さんもたくさんギフトありがとうございます。20年ギフトありがとう。たくさん絶対喉乾くな。ちょっとケーキあるけど、じゃあ水も持ってくる。作ったの？作ってないよ。温めただけだよ。台湾カステラ。ケーキ作ってもない。買ってきたやつ。台湾カステラ。作ってないですこれ。温めただけ。冷凍のやつを。台湾カステラ。お皿かわいいよね。これハートの形なの。これなんだっけ。これここのスイマー、スイマー、そう、もうなくなっちゃったんだけど、このお店すごいかわいいんだよね。スイマーってと。台湾カステラはね、普通のカステラと違ってさ、すごいシュワシュワした感じの、伝わる？このこのさ、この普通のカステラとちょっとふわふわで食べよう。いただきます。初めて食べるこれ。台湾カステラ美味しそう。うん、冷たい。あ、足りなかったかな。20秒レンチン。うん、美味しい。すぐ溶けるシュワシュワって感じ。ほんと勝手な手作りしたことない。食べたことないです。シュワシュワとは、うーん、なんて言ったらいいんだろう。すぐ溶ける感じ。食べてみたら分かるんだけど、シュワシュワな感じなの、生地が。台湾カステラってなんて言ったらいいんだろう。20秒って短い。でもそう書いてあったんだもん。袋に。炭酸とはちょっと違うね。ちょっと違う。だって炭酸入ってないもんこれ。これでもメレンゲを泡立てて。めっちゃふわふわのパンケーキとかあるじゃん、分厚い。ああいう感じの食感と一緒かな。とかそう、なんていうの、炭酸のようなシュワシュワじゃなくて、なんていうのか、
難しいな。舌がしびれるようなシワシワとは違う。ふわふわしてる。めっちゃ柔らかい。これに含まれてる空気が多いから、その食べた時に空気感が多い感じ。シワシワってこと。めっちゃ美味しい。でもこれ冷凍のやつだけど、これシワシワって言うんだよ、こういうの言うんだよ、シワシワって。ふわふわだけど、その空気感を含んでる感じで、なんていう、食べたら、生地食べたらもうすぐ溶けて、ちょっとシワシワっていうの、この空気を含んでるのが多いから。でも炭酸とは違う。食べちゃった。ごちそうさまでした。めっちゃちっちゃいからだってこれちっちゃいもん。普通のカットケーキよりちっちゃいサイズ感音があんま聞く。味は甘い。うん、普通に紅茶が合うのに、キョコちゃん嫌い、あ、紅茶嫌いだね飲まないです、絶対に紅茶は嫌いだから。流行ってるね、ちょっと前に流行ってたかな、台湾カステラ。ちょっと前に流行ってた、最近ってより。髪伸びてきた、そろそろ切ろう。リップ出そっかな。バーミヤンにある、台湾カステラ、あ、バーミヤンにあんの。バーミヤン行ったことないからわかんない私行ったことないからわかんないや。一回もないですよ、行ったことない。え、大分ないと思う。バーミヤン多分見たことない気がする。九州にないかわかんないけど、福岡とかだったらありそうな気もするけど、見てない気がする。
生クリームそんな好き、うん、ものによる。いや生クリームってさ、すごい重ための生クリームと結構軽い生クリームがあるじゃん。軽い生クリームが好きなの。なんか結構重いやつはそんな食べれない。なんか食べれるか食べれないかそんなに。なんかちょっと食べてもういいやってなっちゃうじゃん。重いやつ、めっちゃ重いやつ。カレー生クリーム好き。バーミヤン置いてあるらしい、知らなかった。行かないから知らないや。ないと思ってた。見たことないよ、置いたで。カスタードしか買ったな。カスタード好きだね私。シュークリーム、カスタードと生クリームがあったら絶対にカスタード選ぶ。シュークリームは生クリーム入ってなくていい。シュークリームはね。生クリームさ、そんなに、うん、そこまでかも。そんなに普段食べない。カレー生クリームは好きだけど、スタバのホイップとか好きだね。スタバのフラペチーノの上のホイップ、めっちゃ軽いじゃんあれ。あれ好き。今日波動だった。私出てないですね。違います。大福？あー、ホイップ入りの生クリーム大福？あれは普通に食べるね。中がホイップクリームだけだったらちょっと食べないかもだけど。フルーツ大福ってさ、中がいちごだったら、いちご大福だったらあんこなのも多いけど、その他のフルーツとかさとかだったら生クリーム入ってるじゃん。あれは別に食べる、カスタードのたい焼きは好きだよ。カスタードは好きだよ私。カスタードは嫌いじゃない、別に好きだよ。ホイップクリーム、生クリームが嫌いなわけじゃないけど、重いやつだとそんな食べれないっていう。だけかな。飽きちゃうんだよな、すごい重かったら。ショートケーキは苦手、うん、どういう生クリームかによるから。でも重い生クリームだったらそんな好きじゃないか。飽きる味に。でも好きな感じの生クリーム、軽い生クリームだったら食べるけど、でもさそういうのって分かんないじゃん、あんま。見た目でさ分かんないから基本食べない。ショートクリーム、ショートクリームじゃん、ショートケーキ。わかった。分かんないからね。あ、仏教さん2周年タワーありがとうございます。ありがとう、2周年。ありがとうございます。仏教さん、うっきょんさん2周年タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。
ありがとう。2周年ありがとうございます。ありがとう。生クリーム苦手な人珍しい。結構いない？結構いるイメージだよ生クリーム苦手ってか。私苦手なわけじゃないよ生クリームが。うん、嫌いでもない。別になんていうの、重い生クリームがそんなに好きじゃない。もうだからどういう感じで作ってるかによる。生クリームそれによる感じですね。別に苦手ではない。自分で家で生クリーム作る泡立ててさ砂糖入れてみたいな作るのは普通に好きだけど。思いのクリームがあんま好きじゃないんだよね。うん、ちょっとしか食べれない。最初何口か食べてもういいやってなっちゃう。そのなんていう生クリーム、あのあれだね、なんかさ市販とかで売ってるさ、もう箱から出してすぐにさホイップでできますよみたいな、絞れますよみたいなホイップ、あれより自分で泡立てて作るやつの方が好き。味はそれ結構さ袋に最初から入っててもうあと絞るだけみたいな状態のやつって結構重くない？あの生クリーム、ホイップ、生クリーム、生クリームとホイップクリームってなんか違うのかな、仕分け忘れる人わかんないや。あれちょっと重い。そうたくさん食べれない。うん、そんな感じかな。カスタードクリームは好きだね。カスタードは好き。ショートケーキはだから選ばない普段。わかんないからどういうタイプの生クリームかが。なんかお店によってもう結構しっかりずっしりとした感じの生クリーム使ってるところと結構軽めな生クリーム使ってるところとで分かれるから、あの選ばない普段。買わない。変わんないですね。軽い生クリームは好き。全然食べれるけど。だからそういうこと。で別に生クリームが嫌いなわけではない。普通にクレープとか好きだし、あの何かなあと生クリームあるやつ、ね、ケーキとか全然生クリーム入ってるの食べるけど、なんかものなんかどういう感じによるかによるってこと。生クリームはチョコミントはそこまでかな。チョコミント歯磨き粉の味がするっていう派の人分かれるじゃん。チョコミントってめっちゃ好きっていう人と歯磨き粉みたいな味がするっていう人で、私は歯磨き粉の方だから自分で買ったことはないよ。うん、チョコだけで食べたいかもしれないミントと混ざんなくていいかも。いやなんか別々だったらそこまで嫌いじゃない。別にチョコは好きだし、ミントもあんまミント自体そんな食べないけど、ミントのガムとか好きだし、ミントはガムだけかな。他食べないからな。飴とか食べないからあれだけど、別々がいいな。って感じかな。いや食べれなくはないけど買わないかな自分からは。食べてって言われたら食べれるぐらいだけど、歯磨き粉の味だなって思うって感じかな。ミンティアで、ミンティア
ミントの味食べたことない。なんかいろんな味あるじゃん、なんかグレープとかさ、なんかそういう味しか食べたことないからわかんないよ。デザートに出てくるミントの葉っぱ、あれは食べるものじゃない、飾りだよあれは。あれ飾りでしょ、食べないよ。飾りですあれは、見た目良くするための飾り。あれ食べるようじゃないよ、飾りだよ、食べないです。ハーブティー、ハーブティー飲んだことない。え、なんとかティーみたいなやつ、ハーブティー、レモンティー、あとなんだ、ジャスミンティーとか、そういう感じのやつ。私なんかね、何のジャスミンティーだっけな、あ、匂い嗅いだことがあって、もう匂いで無理だったんだよね。もう無理だった、飲めない。だからそういう感じの、そういうやつ。お茶は好きだけど、そういうの無理だ。ルイボスティーも飲んだことない。でもルイボスティーも紅茶みたいな感じでしょ、多分匂いも似た感じでしょ。無理だな、もう匂いからして全部ダメ、匂いも味も。創建美茶は好きなんだよな。いや、お茶、普通の緑茶、麦茶、ウーロン茶とかほうじ茶、草原美茶も好き、十六茶とかそういうの好き。でも紅茶は別。ベイチティー飲んだことないな。あんまり変わらん。いや変わるんだなこれが。いや、ね、多分苦手な人にしかわかんないよ。もう全然違う。匂いからしてダメだ。うん、ダメ。なんかメンバーがなんだっけな、あれジャスミンティーかな、なんか飲んでて、ペットボトルのやつ、レモンティーかな、なんか飲んでて、もしかしたらその時まで紅茶とミルクティーしか飲んだことがないから、今まで。そう、なんとかティーみたいなやつで。いや、いけるかなと思って。違うじゃん、だから。え、とりあえず匂い嗅いでみたら無理だった、匂いで。無理だった。でもさ、お茶のさ味がするのに甘いっていうのが苦手。でもタピオカ屋さんのミルクティーとなんだっけ、ほうじ茶ミルクティーだっけ、合ってるかは飲めるんだよな。それは美味しいけど無理だ。匂いで無理だった。なんか紅茶みたいな匂いするやつ全部無理。タピオカ屋さんのやつもするけど、匂いは、味は大丈夫なんだよな。ごめんな、抹茶飲めるよ。抹茶はいける。うん、草原美茶も好き。決勝、あ、フェーズ3残ってますよ私。だって前半でさ、もうあれ
後半に行かなかったメンバーはさ、フェーズ2で確定だよね多分。フェーズ3でも残ってるんだけどさ、見て名前あったし残ってるけど、そもそも 前半で抜けたメンバーは確定でしょ多分。じゃなかったらめっちゃあれだよね、あのなんていうの、不利というか。本当に残ってる残ってる残ってるよ。フェーズ3いますよ。CM 出てそれは別だな。今から始まるから決勝が。今からそれをその CM 出演権をかけての最終的なやつが、最終的な何戦うやつが始まるの。今16チームいるから、そっから上位7チームだから、今から戦って17チーム決めるんですよ。ちなみにお茶いつも飲みの、お茶あんま飲まない普段。水ですね普段飲むの。水です、これはもう水。これ飲んでるの水、これ水。お茶普段飲まない、時々飲むぐらい。お仕事とかで置いてあったらお茶飲むぐらいかな。基本水だ。本当は焼酎じゃないよ、水だよ。水ですこれ。コップにリップついてる。水あり？違う。うん、ただの水これ本当。決勝で7チームに入る CM に出演。そう、決勝で上位7チームに入れば CM に出演できます。2日から始まるかな？2月2日。明後日です。うん。グランツさん、2周年タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。トシーベビーアットマーク、キョカタムズさんも2周年タワーありがとうございます。ありがとう、2周年タワーありがとう、ありがとう。まあ強化期間、そう今そう強くしないといけない。あれ出たよ、なんだっけガチャのさ、なんか強そうなキャラ一体だけ。強そうなキャラ名前が分かんない。ピンクアビス、それかな、なんか一体だけ出た。あれってデッキに入れた方がいいのかな。でもさ、なんかなんだっけ、なんかこうなんだっけな、あれこうデッキに入れられるのさ、なんかそれとさもう一個似たような名前のキャラ、ドラゴンモンスターいるじゃん。どっちか一体しか入れられないじゃんデッキに。どっち入れたらいいのか分かんない。2周年タワー、ありがとう。スペルト多分それ。テントオフってのは、あ、出た昨日。あのあとね何回かやったらテン出たよ。あ、余ったからあれ戻せばいいのか、ルーンのかけらみたいな。余った
戻すね。じゃあ5個出たよ。でちゃんと強化、パッシブ強化した。戻してください、戻します。すいません、持ってました。すいません。戻します、夏で戻す。忘れてた。グランツさん2周年タワーありがとうございます。よいしょ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。ちゃんとタッシーベビーさんも2周年タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。2周年タワーありがとうね。よいしょ、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう、たくさん。よいしょ、2周年なるのかけらちゃんと戻しとく。いや忘れないにしなきゃ、配信終わって今38分ね、38分、あと12分あるのか。12分じゃない、22分だ。忘れないにしないと。覚えてかないと。ルナかけら戻す。あ、なんだっけ、さっきのさ、なんだっけ、あの強そうなキャラの名前忘れちゃったな。アイスペルト片方は戦法隊とかに入れると、あ、そういうこと。潜在解放ゼロだとエスペルトの持つ、え、ね、そうだよね、ちょっとそれ思ったんだ。エスペルトさ、潜在解放なんかプラス何個か、潜在解放なんかやってるから、アビスって方は1個しか持ってないからできてないの。どっちがいいか分かんない。それで何も書いてないけど今んとこ書いてない。あれ、アビス入れた方がいい、ってのがいいのかな。専用装備もね、あのアビスの方だけ1個だけ揃ってないかな。専用装備は揃ってる。装備でなんかあのあれなんて言うんだろう、1個だけ揃ってないのがある。世界をできるぐらいガチャで当たれば、いや当たんないんだって。めっちゃ回して当たったんだって今日今日めっちゃ、今日ね何回ぐらい回したかな、20回近く回してやっと出たの今日で。前もね何回か結構回したんだよ、全然当たんないの。皆さんぜひチアレターをください。潜在解放当てたいんですけど、もっと当たんないんですよね。いりますよチアレター、いる。チラレターはあればあるだけ。あのね、そのガチャのやつにも変えれるし、装備の強化のやつ、素材、強化素材にも変えれるから、それその強化素材にも変えなきゃいけないんだけど、
それやってないからやんないと。暗句とか強化させないと思っちゃった。チアレーターをください。今日も結構使い切っちゃった。ください、チアレーターを。あのポイントめちゃくちゃ大事なんで。12時から新ガチャ来るのね。楽しみ。どんなのが来るんでしょう。とりあえず5000円、ありがとう、めちゃくちゃ助かります、ありがとうございます。やったチアレター欲しいよ、欲しい。チアレターないとガチャも強化もできないダウンロードの仕方が分からない。ダウンロードの仕方、ブラグって検索してダウンロードするだけです。ドラゴンエッグ。メンバーガチャ行ける前に2、3日かかる。え、2、3日かかるの。え、じゃあ今日変わっても新しいガチャ出てないってこと。え早く。そんな、え、そんなのあるんだね、知らなかった。なんでだろう。メンテナンス、あ、今メンテナンス中。あれメンテナンス中なのか。2日から始まるからね。でも2日さ、多分あれだよね、19時台が今回のあの公式バトルだっけ、なんていうの。だけど2日は私出れない気がするんだけど。下北 FM さん出るんだよ。19時から。ん？違う。何時からだっけ？18時から。あ、1日2試合かも。それなら出れるかもな。19時台は多分無理そうだな。それがあるから。ラジオ、そう、ラジオ。ラジオだけど、でもなんか、なんていうの？映像も見れるから配信みたいな感じなんていうの、なんかラジオだけどなんかちょっと違うよねあれね、配信だよね普通。中継した22時、あ、22時も22時多分いけるかな。2日はどれかちょっと分かんないけど、いや明日も19時台出れないわ。22時台も無理かもしれない。明日12時台は私がちゃんと見とかないとすぐ忘れちゃう。12時台のゲートバトル気づいたら過ぎてる。明日は公演だからね。19時台公演でしょ。22時台はちょっとお仕事あるからできないかもしれない。昼は多分いけるけど忘れないにしないとね。お昼ってさ、あの時間って気づいたら過ぎてるんだよな学生メンバーいるから土日だけに試合とか、あ、かな。いや、え、学生メンバーいても土日だけに試合無理じゃない。できたとしても12時台じゃないかな。22時台はだって高校生のメンバー SNS とか触れないから、何も年齢の制限でできないから。22時代学生だったら土日の12時しか無理じゃない。その1日2試合するとしたら22時無理だわ。そう、平日に12時はできないからね学生は。学生に詳しい
それはだって私も学生の時期あったからそれは知ってないとやばいでしょ高校卒業して加入したんだったら知らなくてもあれだけど私もありましたからね、数年前まで知ってないとまずいでしょあるからね、年齢の制限があるんでね、高校生中学生みたいな時間があるからね、決められてるからじゃん。部屋そんな今17度ぐらい、さっき暖房切っちゃったんだよな。で暖房切って17度あるから今日ちょっとあったかいよね。さっきドライヤーした後なんかめっちゃ暑くて、ドライヤー暖房切っちゃった。今日あったかいよね。あれいいかな、暖房つけなくて別に。今日ちょっとあったかい。外読んだ寒っ、出れないわ。あれまだあるよ、今日食べてない、多分食べた記憶ないの。あと5個、昨日1個食べたもんね夜。あと5個ある。そう、ほんと後でビーコインの練習しなきゃ、まだやってない矢中井さんとビーコイン明日だからな。1日1個、いや決めてないけど別に決めてないけどな。1日何個と、今日食べてない、食べたくなった時に食べてる。ひつまぶし食べたことない気がする、多分。どこだっけ、愛知だっけ、ひつまぶし。愛知また行きたいな。愛知ってなんか美味しいものいっぱいじゃん。手羽先食べたいし、また最後行ったの相当前、なんか8で、ね、コンサート、会社ホールコンサートした時かな、相当前だな。なんか手羽先はなんかが食べたことあんの、愛知って。でもひつまぶしは食べたことない。また行きたいな。あ、味噌カツも愛知なのか。味噌カツもいいね。なんかさ、旅行してさ、なんか地方行って地方の美味しいものとか食べたいけどさ、旅行遠ければ遠いほどめんどくさくなっちゃうんだよな
そのための準備が。チケット取って日程決めてチケット取って、泊まるんだったらなんかそのホテルとかも取ってとかじゃん、準備してやること多いじゃん、めんどくさい。行きたいけど。旅行とか遠出したい気はある、気持ちはあるけど、そのやらないといけないことがさ結構めんどくさいことが多いじゃん。だからな結局行かないんだよな。きしめん食べてないと思う、食べたことないと思う。どうせ加藤優勝狙う、優勝の景品、あと勝ちたいな。でもそろそろ私体行かないですね、体育メンバー入ってないから行かないですね。私そろそろパスポートをケンケン切れそうだな、そういえばいつまでかわかんないけど見てない。めっちゃ前に撮って、何年か前に撮って思ってないから期限切れそう。でもイベント券、焼肉の券持ってるよ、まだ行ってない。パンダさんので当たった件はまだもらってないけど、お料理選抜かな、お料理選抜で3位になってそれでもらった件は持ってる。まだ行ってないけど行かなきゃだな、期限ないと思うからいつでもいいはず。しまったらあれだな、エピしたいけど今日はやめとこう、さすがに、さすがにね。明日帰ってきてショールームして終わったらできるか、いや明後日、明日できなさそう。そこへの練習しないといけないんだよな、してないから、しないと。前にかけら返して返すって返すってちゃんと返すって分かったって返すよちゃんと。分かってるって、白も終わったら返せるから、玉使えるから。返すってちゃんと、忘れないようにするって。返すよ。だって持ってても、もう引かないから。忘れないにしないと、すぐ忘れるからな、違うことしてたら。忘れちゃわない？別のことしてたりしたら。すぐ忘れる。55分ありがとう。じゃあランキングを読みます。13位から読みますね、ランキング。13位、としのりさん、ありがとうございます。次よいしょ、12位、安則さん、ありがとうございます。11位、うどさん、ありがとうございます。次10位、
香港のハルマットマーク毎日配信2周年おめでとうさん、ありがとうございます。次9位ラスカールさん、ありがとうございます。8位フロマンさん、ありがとうございます。次7位ヒメルアットマーク、いや押せない、アットマークチュアレター送ったよ2周年おめさん、ありがとうございます。ありがとうチュアレター。6位コウヘイさん、ありがとうございます。5位ラボーナさん、ありがとうございます。4位風とみとさん、ありがとうございます。次3位グランツさん、ありがとうございます。で2位ウッキョンさん、ありがとうございます。そして1位がトシーベビーアットマークキョカタムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、よいしょ、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。2周年の配信いつも通りゆるい配信だったけど、明日からも普通に配信するんでぜひ見に来てください。明日はね、公演行く前、公演じゃない劇場行く前にちょっと配信しようかなと思ってる。夜がねどの時間帯でできるかわかんないんだよな。夜はね、10時ぐらいからしたいんだけど多分できないから、帰ってきてしたらほんのちょっとしかできないかも、だからちょっとわかんないな。公演終わって次なんかお仕事があるから、それの間までにできそうだったらやるかもだけど、ちょっとわかんない、明日になんないとその時になんないとわかんないんだよな。だからその合間にできそうだったら30分ぐらいしかできないかもだけど、ちょっとだけやるかも。夜ちょっとできるかわかんないや、な微妙なところ、明日なってみるとわかんない、その時になってみないとでもね、あのお昼はやる、お昼、うん、お昼いつもこういう時何時ごろ、何時ぐらいやってるっけな、お昼、お昼ぐらい長めにするかも、夜できるかわかんないから、お昼にします。夜はちょっとできるかわかんない、どの時間で、ちょっとはできると思うけどって感じ、ちょっとわかんないんだよな明日の、明日になってみないとその時になってみないと。明日また会います。いつできるかわかんないんで、今お昼は、明日のお昼はする、公演前にするんで、夜はわかんないって感じでって感じかな。もうちょっとでいけるじゃんね配信。そう、お昼、お昼する、夜はちょっと何時にできるかわかんない、できたとしてもちょっとだけになっちゃいそうです。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。皆さんと2周年のギフトもたくさんありがとう。明日からもぜひまた見に来てください。じゃあ次明日のお昼の配信で、また明日おやすみなさい、バイバイ、またね、おやすみ、また明日、バイバーイ、バイバーイ、おやすみー。